ここで私もあのあれ家族葬でしたじゃないうちの主人も。すいません。家族葬でしたから、もちろん戒名ないじゃん。で戒名ってやっぱり必要なんですかって言ったらご住職がなんか話してくれたんだけど人に説明できんけど私もその戒名っていうのは必要か大事なことですという話があってで、まだ私すぐ近くに家から10分ぐらい離れたところに墓園があるんだけどまだ納骨してないんですって言ったらじゃあこのお盆をめどに納骨しましょうってことになって、うん、で過去帳を作りましょうって言っていただいてで過去帳を作っていただいて主人の戒名もつけていただいたんですよご住職に過去帳をもう作ったと思うんですはいいやそれねあのあれだちょっとまあ話あれだけどちゃんとうちのご住職一回通したのまあ、出来上がっちゃってるからあれだけど、はい、あの筋道とすれば、菩提寺のご住職によって作んなきゃいけないあ、本当ですか、うん、だからまあそこは事務所承諾するようにちゃんと筋を通さなきゃいけないそうなんですか、うん、ちょっと後でそれはね、はあうん、あそこが大事なことなんだよねこの筋目っていうのはあそれであの納骨するときにご住職が、うん、あの一緒に立ち会ってくださるなそれもね全部おちあのうちのご住職を通してお願いしないと、うん、あそうなんですか勝手にこう段取り取っちゃいけないんですよただ信徒としてはそれに甘えちゃいけないとああのご住職はその応用な心でやってくださるけど、はい、本当言うとまあ言ってみれば必ずこう縦の筋目を通してこのご住職に全部こうお願いしなきゃいけないんですよそうしないと本当言うと本山からのちゃんとしたけじめ役は我々は妙想寺のご本尊妙想寺のご住職でこの流れで来るもんだからここに他のお寺さんにたまたま通ってるからっつってこの人にしょっちゅうなんかしてもらってもこのけじめ役じゃないから本当の意味の苦労にならないだから必ずこうやってこの信徒さんはここのお寺に通ってるんだけどこの所属寺院のご住職を通してでここでスイッチっていうかなんかこうつけてもらわなきゃいけないわけよこっちのご住職にやってくださいねって一言ご住職がお願いするとご住職が分かりましたってことになってケチメ君がここになるへーこれがね非常に厳格なわけですねへーうん、だから今後その一個の時いやそのさだからその事務承諾でもうあの実はそのご住職作ってくださってそこはうまくやるから俺はあの庶務の、うん、通してね、うん、でまあその時もあの昔にあの過去帳作るのに5万円いるとか言って聞いたことがあったから過去帳作るのに金額決まってますかってお聞きしたらいやあのご供養でいいですよっておっしゃったからまあ気持ちご供養させていただいてでその納骨に来ていただいたら、まあ、その時も当然ご供養をさせていただこう思うんですけどわざわざ来ていただいたらそのお車代とかお食事代とか今包むべきなのかないうことも私お伺いしたからまあ今の本筋の話じゃないからまあいいです今はいいから言ったじゃんそれ考えた